こいつ預かってくれ。新山久志、久だ。格好だけつけて最後までガキのままごと。てめえ、不定教師の話。教師と生徒の不純交際の噂聞いたことはありませんか。退学という処置も考えないといけません。金儲けのために学校や生徒利用しやがって。また構想でもする気ですか。俺たちがいなくなることで町が平和になるんだったら解散も構わねえ。え、そんなことに本気になってどうするんです。俺たちはどんな苦しい思いをしようが弱い者を見捨てたりはしねえ。